ビーズの時はモニターがあるから2月、よし、ごめん、はい、というわけで今夜は、最後の収録、前橋ダイバーにお邪魔してます。よろしくお願いします。代表の須田さんです。よろしくお願いします。須田さんはご無沙汰してます。本当にご無沙汰です。ねえ、いろいろお世話になっていや、こちらこそ、本当にいろいろ連絡いただいたり、今日収録したんだけど、はい、すげえ涼しかったよあなたの連れてくるライブが暑すぎるだけで、普段こんだけチンチン冷えるんだけど、もうなんかもうすごい修行みたいなライブをしてる覚えてんだけどさ、もうね、もう皆さんね、テンリトさんとか本当死んじゃうんじゃないかなって思ってあなたすぐエアコン切れって言うじゃん。まあ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 、そうだな。まあでも、まああれもね、一応ジフリックさんに買ってもらったエアコンなんです。そうだっけ。そうだよ、俺は買ってやるから、こんな神社できねえから1台買うわって言って、1個つか、俺そんないいことやった俺たち、あれあ、今の編集しないでね。いや、やったっぽい。やったよGフリーク像って書いてあるから。本当、書いてある、書いてある。それで乗っかって、なんとかタワーがもう一個、じゃあ俺ら買うわっていう感じで、うん、2大巨頭でついてる。片やアマビート音楽祭、片やアイロックスで、うちの冷却機能はなってるから。なるほどなるほど、本当にありがとうございます。で、そんなライブハウスがね、はい、今まあ本当苦境に立たされてまして、まあどうなのよ、こう群馬っていうか、このライブハウス事情。まあ一番最初にほら、まあバンドマンとかライブハウスっていうのは一番最初にこうね、被害者になってしまいましたね。まあ正直な話言うと、もう開催たるものもできてない、うん、あとはまあ県内でね、うん、まあライブハウスと呼べる店舗は、まあ10ないところで県議会でそれを話し合わせて、ライブハウス用のガイドラインなんか作ってくれないから、もう自分たちで考えられるもの、うん、ビニールシート貼る、消毒液をまく、ソーシャルディスタンスだとかつって換気、うん、換気も含め、だからそういうことを自分たちで打ち出していって、音は殺さないと、箱は何としても動かしたいっていう思いで、ここまでとりあえず今来てる状態で、ただ限界もあるし、引きたくないデッドラインももう正直経営者だからね、考えなければならない部分もあるけど、だからもうモテ君みたいに、ジーフリー君みたいに手助けしてくれたりとか、だからそういう人たちのためにここでね、もう一回吠えてもらうスペースを失いたくないとか、こっからもう一回 G フリックを見た人たちが新しいステージに向かってくれたりとか、そういう子たちのために。スケジュールは、ね、正直なし、月前世紀でもうちなんてやっぱ土日勝負だったりした部分があって、ただまあポッと水曜とか金曜に入ってきたんだけど、もう正直なし今10本は絶対できなくて、なおかつやっぱソーシャルディスタンスっていう言葉のために貼ってあったもんね、フロアにねソーシャルディスタンス、もう50人入れられるか入れられないかっていう瀬戸際まで来てて、ただこっからクラスターも出したくないし、まあね、うちのスタッフにもそういう被害者とか変な思いをさせたくないんで、そこのところを守って、最小限かもしれないけど努力していって、音は出したい、ステージは動かしたい、まあそうだよね。ライブハウスは本当にバンド、ライブハウスの、まあ、毎回俺多分言ってると思うんだけど、その経営者やらスタッフのものだけではないし、そうですね、バンドマンも困っちゃうしさ、うん、またまたそのバンドを見るお客さんもみんな困っちゃうっていうか、だから結局なんかこう、なんか結論から言うと、地元にあるローカルにある田舎で一緒にやってるライブハウスで、やっぱそこの周りにいる人たちがやっぱりなんか多く絡んでいくから、うん、みんな多分なんかこう、亡くなったら困るものっていうのは共通認識としてあるわけでさ、で、まあみんななんかしたいんだよね。そうだね、うん、それがなんかこう苦しいっていうのも分かってるし、まあ世間体だったりとか、まあ嫌だけど自粛警察だとか、うん、そういう言葉が来た、自粛警察、いや今どこじゃないけど、うん、ただ
できるだけ育った時にもう出てって、うん、第一声自分で謝って、でこういう意味合いも含めて店を動かしてますっていうのをどうしても言いたいから、できるだけ普段あんまりいないけど、かっこいいな代表戦ってんの。そんなことってさ、店の連中にはやっぱステージに集中してもらいたいし、で何かあった時はね、新聞載るのも俺が多分一番だろうけどそういう時でもやっぱり、うん、ここで働いてくれるっていうか、バンド好きで来てる連中ばっかりだからさ、だったらそちらが思いっきり仕事するところ作るのが今の俺の仕事かなって思うし、でゲームも本当に G フリーグだとかさ、もうまたやってもらいたいし、うんうん、そのさんも遊んでた時にさ、見に行ったライブでもビグ君がさ、もう多分忘れてると思うんだけど、こんだけいるんだから、ライブ中の MC でこんだけいるんだから一人ぐらい友達作って帰れっていっぱって言った、はあ、こういうこと言う人がいるんだと思ってさその時はまだライブハウス作るなと思ってなかった、まだケンさんとかとも、もう下平さんって呼んでたから。そうなんだ。群馬の爆音事情作ったのあの人だけど、うん、もうあの人と同じ職種についてライブハウスで、ケンさんがまさかここ来てオペしてくれる日が来るなんて全然思わなかったし、うん、そうだから君の一言でこれできたって言ってもあまり過言ではない。いや、ああそういうことを言う人がいるんだと思ってさ、それぐらいバカになれたらなんか死ぬ気でだって何でもできんじゃないのとか。またあのバカやりたいですねぜひ、はい、おまるを用意してもらってはい、ということで前橋ダイバー代表須田さんでした。ありがとうございました。ポチポチと曲がる気出せば膝